続きましてサンライズソアです。父シンボリクリエセス、母アメリア、母の父スペシャルウィーク、そこに短距離重賞3勝のビハインドザマスクがいる決闘場で、シンボリクリエセススペシャルウィークという配合は、エピファネリアの総配合となります。競争成績は24戦5勝、重賞2つ勝っておりますが、G1 は3歳時にジャパンダートダービーで首差の2着古馬となってから、JBC クラシックでは東京大賞典3連覇のオメガパフュームを抑えて一番人気に押されますが、惜しくも最後にかわされて3着、続くチャンピオンズカップでも3着、ついに G1 タイトルには手が届きませんでしたので、ぜひともその夢は3区に達成してほしいと願っております。種付け料は受胎条件30万円、出生条件50万円となります。どうぞよろしくお願いいたします。